こんにちは田中雅です、えー、私ですねフリーランスで構成作家リサーチャーライター翻訳家などをやらせていただいてるんですけれども、えー、このチャンネルでは私が普段目にしたニュースであるとか私が普段生活していて思ったことをお年とし共有していくっていう趣旨でやらせていただいてるんですけれども、えー、今回取り上げたいトピックは、まあ、テレビ業界人として、えーまあ、その一人として思うこととして まあ中立な報道であるとか放送っていうのはちょっと無理があるんじゃないかっていうことをちょっと語らせていただきたいなと思っております。まあ最初にあの結論だけバーンって言っちゃいましたけれども中立な放送はちょっと厳しいんじゃないかっていうのはまあ一応そのテレビ局としてはあのまあ放送法っていうのがあるので NHK さんも民放も含めて。 あのまあ、一応不偏不当、えー、公平公正中立な報道っていうのがをすることっていうのが求められているというのは事実としてあるにはあるんですけれどもね、まあ、なるべくその,あの、まあえー、公共両族,、えー、族に害しないことであるとか、まあ、政治的に公平であるとかあの、まあ、意見が対立している問題に関しては できるだけ多くの角度から論点を明らかにしようとするということ。まあ、第4条で、あの放送法の第4条で、国内放送の放送番組の編集などについてということであの、書かれているんですね。で、まあ、放送法の第1条の中では、不、まあ、遍不当、真実及び自立を保障することによって、放送による表現の自由を確保すること。と、えー、いうことをが一応あの、書いていらっしゃると、明記されている。と、えー、いうことなんですけれども、まあ、皆様も、 えーまあ、ご想像の通りあのまり、あ、実態に即してないんじゃないかというか実際はそれをやってないんじゃないかというようなことは、えー、多くあると思うし、えー、僕自身も中にいながらにして、まあえー、結構有名無実化しちゃってるんじゃないかなっていう部分も見受けられるんじゃないかなっていうのは事実としてありますよねこの放送法っていうのが。 まあぶっちゃけその放送法をどう解釈するかにもよってくると思うんですけれども、まあ、ちょっとこの放送法自体、えー、ちょっとまあ現行のマスメディア、えー、テレビ局であれテレビ局のことしか分かんないんであのテレビのことになっちゃうんですけれども新聞は、えー、あんまりちょっと購読していないので、えー、まあまあまあでも、えー、親会社一緒だから会社は一緒だから、まあ、言えるのかもしれないですけれども。 まあなかなかその、まあ放送法であるとか、まあ新聞の方はどうだかわかりませんが、その法律っていうのを当てはめるっていうのは今、現状として難しい時代になっちゃってますよね。えー、っていうのは私自身も思います。で、そもそも、ちょっとその構造的な問題があると思っていて、なんというか、あの、まあ、なぜ冒頭で中立な放送、報道であるとか公正な えー、まあ、中立な報道が無理なのかって、えー、私が思うのかって思ったのはやっぱりその人が介在することによって絶対そのあのバイアスがかかっちゃうんですよどうしても放送するとき報道するとき例えば事件ある事件が起きましたその事件現場に行くときに あのまあ、事件現場を記者さんであるとか、えー、あのアナウンサーさんであるとかがリポートされてるじゃないですかどんなニュース番組でも。であの、まあ、淡々と本ご本人は伝えているつもりなんですよ伝えているつもりでもあのそのトーンによってあの絶対その原稿を読んでるだけだと思うんですけれどもそのトーンによって えどういう事件だったのかえ誰が被害者なのか誰が加害者なのかえどういうえな何が行われたのかっていう部分で若干ちょっと真実と違うところもえ入っちゃう真実と違うところってい言い方はちょっとおかしいかなえちょっとその人の主観が入っちゃうっていうのはどうしてもあるんですよねでその別にキャスターとかそのえリポートしてるアナウンサーとか,さんとか記者が悪いとかそういうことじゃなくてあのまあ まず、そこの視点が入ると。リポートする人物の視点が入ると。で、あの、まあ、さらにその被害者の視点も入るし、あの、関係者、その加害者の周りに、容疑者の周りにいる関係者の視点も入ると。で、そこで、まあ、あの、もう、もう3つぐらい、<laughs> あの、バイアンスがかかるんですよ。で、さらに、あの、まあ、もっと言うとそのカメラですよね。 カ,キャメラカメラマンカメラマンのアングルとかどうアングルとか何を映すとかそういったのでも結構その,そのカメラマンの主観が入るしこれはこういう事件なんだこれはこういう政治スキャンダルなんだこれはこういう芸能スキャンダルなんだっていうことでなんかこうどんどん主観が入っていくものだしあのもっと言うとまあた,ただカメラのブームあのマイクのブームを回していた音声さんとかの、えー、まあ録音さんスタッフさんですね えー、そういった方の主観も入ってくるしあの、まあ、そこにいる全員が何らかの、えー、思いはそれぞれだとしても、ね、あの思いがそれぞれだとしてもそれによってなんかこう一つの一つじゃないです複数のバイアスが <laughs> それぞれのバイアスが構成されちゃってでそれをあの撮影して素材として持ち込まれると、えー、局であれ、えー、ディレクターであれとか、えーまあ、ディレクターの主観もまず入りますしねそこでその取材してる時に。 さらにその編集スタッフの主観も入るしさらにそれを放送しますと放送した時に次に主観が入るのはあの主観がちょっとでも入ってしまうのはあのスタジオでこの原稿を話しているキャスターさんであるとかそこにコメントされているコメンテーターさんであるとか解説役さんであるとかもう,あのもうここまで来るともうかなりのバイアスが <laughs> どうしても入っちゃうんですよね。 でそれぞれあの政治主張っていうのは、えー、全然違うもん政治主張であるとか周期主,主張っていうのは別に政治じゃなくても全然違うものだからもう、あのーまあ、別物とまではいかなくても、あのー、皆さんの、えーテ,レビでえー、テレビで放送されるであるとか、えー、別にこれはネットでも同じだと思うんですけれどもネットメディアでこう流される SNS でもいいんですよ SNS でこう,、えーこ,うはいえー、この、えー 誰かの手によって書かれるって時もその人の主観っていうのが絶対入ってくるからもうあらゆるそのバイアスがえまあ大なり小なりかかっちゃってるんで何ていうかその何を放送するかっていうのを決めた時点でもうすでにバイアスはかかっているんですよね。なのでその真に中立っていうのはもうちょっと,えちょっと厳しいというかまあちょっとあのまあ マスメディアというか、ま、マスじゃなくてもいいんです。SNS でもそうなんです。あのー、もうその時点で何を自分は出すかっていうの、何を自分たちは出すかっていう、えー、流すかっていうのをもう決めた時点でもうあの中立じゃないんで、それはもう、だからまあ中立っていうのはまあ厳しいんじゃないかなっていうのは、えー、思いますよね。もう何をもってして中立なのかっていうのは、まあ、 以前の動画でもちょこちょこ語らせていただいたんですけれどもそこってすごく、えー、難しいとこだなと私自身も思ってるんでまあえー、まあ一つの、えー、例えば、えー、事象を取り上げたとしてもあのどうしてもなんか一方的な、えー、意見ってなっちゃったりするし例えば災害報道とかしても、まあ、災害報道した時にテレビが あのえー、あの与党があ,のあまり動いてないみたいなことを言ったとするじゃないですか、えー、この対策に動いてないとか、えー、いやそしたらその視聴者には、いや、与党はちゃんとやってるよとか、いや、あテレビの言うことはもっともだねというような、えー、批判も、あの意見もあるし、いや、この災害も大事だけれども、他に重要な政治のニュースあるでしょうみたいな。えー 批判も来るしなんかもうそうですよね受け取り手によってそう取られてしまうんですよ何を放送したとしても。でやっぱりその視聴者である皆さんも、えー、まあ僕が視聴者である時もそうなんですけれどもでこれ SNS を見ら、えー、ご覧になっている皆さんもそうなんですけれども視聴者側もバイアスがかかってるんで本当にあの中立な。 放送であるとか真に中立っていうのはちょっとえ厳しいじゃないかなというかえまあそうなりたいっていうかそうなってほしいというかそうであるのが理想的なんですけれどもでまあメディアもそれをどんなメディアもマスメディアもマスメディアじゃなくてもそこを目指してやってるつもりなんですけれどもまあそれは実態として難しいよねっていう話になってきますよね。 でだったらその中立って言わなければいいみたいな、えー、意見もあるとは思うんですけれども確かに、えー、それはそうなんですけれどもまあそれも実際として、えー、厳しいところは、えー、ありますよね。やっぱりその一つの報道放送局の中でもあの多様な人材が、えー、配置されてるんであの中にはその、えー、リベラルの方もいるし えー、保守の方もいるし、えー、政治であるとかそういったものに全く関心のない方もいらっしゃいますしであの番組によっても全然違うんであの一つの番組によっても、えー、あの番組あの同じ局の中でも番組によって全然立ち位置違いますしあの番組が違えば、まあ、例えばスタッフってまあ、えーまあ、主にその構成作家とかリサーチャーとかじゃなければ えーまあ、あとフリーディレクターとかじゃなければ、まあ、1つの番組に付きっきりになったりするわけですね、えー、期,間を置いて期間ごとに、まあ、移動とかになって別の番組に行くとか、えー、その別の局の、えー、番組をやるとかそういう形になってくると思うんですけれども、えー、なかなかその番組1つの番組を離れちゃう1つの番組の中にいると他の番組とは接点がないから、えー、接点があんまり強くはないから、まあ、そ,のでその番組の中 番組を作ってるスタッフもまあ結構大状態なんで、それぞれに思想はあるから、なかなかその、A 局は保守です、B 局はリベラルですっていうようなことは、なかなか言いづらいですよね、中で働いている人からしたら。いや、自分は全然保守なんだけど、うちは局はとしてはリベラルっていうようなう、なかなかそれはずっと厳しいなっていうのがあるし。 うん、まあまあまあただ、えー、やってみるっていうのも一つの手だとは思うんですけれどもね、あのー、一度そのまあ立場を明確にするっていうのを例えば CX さんとかだったら、えー、結構昔から保守寄りだったりはしてたんですよね今はちょっとどうだか、えーまあえー、一時期その韓国とのつながりっていう韓流とのつながりっていうところであのバッシングも受けてましたけれども。 えー、まあまあまああの元々は結構その保守寄りのメディアだったりはしますよねまあまああとは TBS さんとあるとか、えーまあ、テレビ朝日さんとかはやっぱりその、えー、リベラル寄りだったりは元々はしたんですけど今そういったのって全然なくなってきてますよねっていうのはふと私が見れてもそう思いますでまあその局の中でも番組によって保守であるとかリベラルであるとかって結構分かれたりするし あのやっぱりその先ほど申し上げたようにキャスターさんの性格であるとか伝えるキャスターさんの性格であるとか思想であるとかそういったのでもあのどういう印象で白が黒に伝わったり黒が白に伝わったりとかいろいろ分かれてくるんでなかなかそのやっぱり中立な放送っていうのは人が介在している以上厳しいなというのが現状ではあったりしますよね。 だったら放送法って何なんだろうっていう疑問にもなってきちゃうんですけれども私自身もまあそこまで頭がまだ頭が良いわけではないので抜本的なこれを変えるにしても改革案とかっていうのも今のところ見いだせない状況ではあるしどうしていくかっていうのはこれからより考えていかなければいけない事象であるかなと私自身は思っております。 えー、ちょっとその概念的な話になっちゃって特に何も解決策とか出してないんですけれどもまあちょっと雑談チックになってしまいましたが、えー、皆様も何かご意見などありましたらぜひともお伺いしてみたいところではあります、えー、ご覧いただきましてありがとうございましたこの動画がもし良いと思った方は高評価ならびにチャンネル登録の方よろしくお願いいたしますそれでは